ファンの頼みは断れないね。国を救った重傷の海賊、こいつを果たして敵とみなすか。この国では英雄と見逃す。麦わらたちの命運はお天道様に決めてもらいや、サイコロ振って1以外が出りゃ、すぐにでも麦わらと牢の首を取りに行き。サモ、もう行っちまったのか。もっと話したかったな。なーに、根性の別れじゃねえ。そういや、今日町へ行ったらレベッカの親父がどこぞの王子だっていう噂で持ちきつ。なんだそれ、変な話だ。レベッカの父ちゃんは兵隊のおっさんなのに。その噂は私が流したんだ。え？私のような育ちが劣悪な人間は本来いいわけねえよ。レベッカはそれ知ってんの？ああ、手紙が渡っているはずだ。レベッカには長い間苦しい思いをさせてしまった。それにレベッカはまだ子供だ。一時の劇場で、大変だべ。海軍のテントが騒がしくなってきた。ぼちぼちここも危ねえべ。ルフィ先輩だぞ、案内します。東の港に船があるから、それで脱出してください。ドメオ、みんな、ちょっと用事があるから先に行って。出目は6。さあ、天命だ。海軍全体、麦わらの一味、並びにトラファルガーロー、そしてその他罪人たちを一網打尽にせよ。どれ、運はもう尽きたのか。試させてもらいやしょう。ルベッカー、ルーシー、よかった。私ちゃんとお礼を言いたくて。うっせえ、そんなことで来たんじゃねえ。お前いいのかよ、兵隊のこと。もう会わねえ気だぞ。ルーシー、私お手紙もらったの。兵隊さんがどうして、ひどいこと言ったから。私と暮らすの嫌なのかな。知るか、お前が考えろ。俺はこれでいいのか聞きに来ただけだ。嫌だよ、いいわけないよ。じゃあ来るか。うん、行く。ありがとう。気にすんな。あれはレベッカ様。麦わらに刺す。なんだと。海軍全体に告ぐ。早急に麦わらを捕らえ、レベッカ王女を救出せよ。丘までの道を俺が作る。邪魔な奴を倒したら、あとは自分で行け。分かった。あれはレベッカ様と麦わら、まさか麦わらの奴。海軍全体、レベッカ様がさらわれた。至急麦わらを捕らえろ。麦わら、この一大事に君はどこへ。まあいい、こちらは脱出の準備を進め。まずは海軍の動きを鈍らせようか。物資を破壊すれば奴らは必ず混乱する。よし、お前が周囲の敵を引きつけるぜ。
その間にしっかり動けよキャベツ。言われなくても分かっているさ。僕は物資の場所を聞き出すとしよう。見かけられたら面倒だな。仕方ねえ、敵陣も倒しとくか。よし、これで邪魔なやつは片付いた。それじゃ行ってこい、レベッカ。うん、ありがとう、ルーシー。レベッカ、子なんかじゃないよ。何百人人を殺してても、手が真っ黒に汚れてても、私の父親は一人だよ。私はキュロスの子だよ。嘘つかないでよ。私が父親でいいのか。うん、一緒に暮らそうよお父さん。あったかい？ああ、とても暖かい。燃料が切れそうだ。この辺で補給しておくか。キャベツ、おめえもうウルフィ先輩に突っかかるんじゃねえべよ。僕は奴の仲間に命を救われた。恩人の仲間の命、これ以上狙ったりはしない。油断した。利権ロジキクジペイ。物資はどこに置いてある？素直に吐くのが身のためだ。教えるよ、教えるから、これ以上攻撃しないでくれ。安眠しろ。海軍、この程度の人数じゃ俺のバリアは止められねえべよ。なんだと貴様。そろそろ任務に戻らねば。よし、まずは一つ破壊完了だ。おい、俺たちの物資がないぞ。これは一体どういうことだ。頼もしい。ユーバード。よし、安心して逃げられるぜ。ラウ
死の場所を教えるんだ。これ以上切られたくはないだろう。武士はあそこだ。これでいいんだな。軍旗に反する。首のサイボーグフランキーだ。やめろ。我々の補給物資を死守するのだ。さあ見てくれ。守備を任されよう。けこの僕にこんな地道な作業をさせるんだ。罪な奴らだな、麦わらの一味。おお、順調だな。よし、俺の指示通りだな。
すべて破壊して海軍を動揺させるぞ。順当に進んでいるらしい。しばらくは大丈夫だろう。海軍の動きも鈍くなっているはずだ。頃合いだな。行くか。逃げるとすりゃ東の港か。足も急いで向かいやすかね。足がつくまでの間、海賊の皆さんにこれでも自走しやしょうか。油断しちゃ空から枯れ木な。こんなのまともに食らったらひとたまりもねえぜ。八つ咲きにされないよう気をつけて進みましょう。俺たちが港へ行けばあの枯れ木は止められるんじゃないか。でもこの辺りと道は塞がれてるぞ。これじゃ港まで行けねえ。俺たちの悪運があるやつ大丈夫だ。さあ、ここからこいちまおうぜ。おい、バルトロメオ、僕より目立つな。人気は僕のものだ。そんなこと言ってる場合じゃねえべよ。まだキャベツだべ。
やって進めるか。行くぞ。しまえ。やっと通れるようになったか。次行くぞ。おいトラファルガー、お前のためにやってるわけじゃねえぞ。うるせえな。分かってるよ。ありがとうな。あとは任せたぜ。君は命の恩人だ、ゴッドンソップ。恩人を助けるのは当然のことだろう。できたね。あとはルフィ先輩だけだと思う。どこだべか。万に一つ逃げたとして、その先に未来はねえ。それであっしが地獄へ案内いたしやしょう。さあ
上がってこい。こいつだけ。ごめん。よっ、気をつけて、おこいつだけ。暴れ暇で、気をつけておくんだ。ミサイル撃つ。ビケン。オーガガトリガも我慢して立場貫いてんでさ、恨みと猛虎麦わら。こりゃ感情に怒りのかけらもねえ。みんながお前さんを助けようとすんだね。あんたは一体どんな人だい。優しい顔してんだろうね。目閉じなきゃよかったな。やるようだね。